海老名達夫の守備。エビナさあ、くさ、おい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 、エビナわら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 、ほらー、雨のせいじゃん。エビナサービスエリア、はあわら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 、エビナー、ハマスタバトルじゃねえんだから、うんもねえなおい、なんや今の、エビちゃん、終わりだよこの球団、うわー、なんやれわら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 、雨やししゃあないよ、マジで2軍から出てこないでくれー、守備がためさ、やばすぎだろこいつ、こいつら守備練習してんのか、打撃練習も怪しいけど、くさ、負けやろこれ。やーい横浜のライトエビナーわら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 こいつほんま、ごめん笑った。ワイがテレビつけてから横浜の守備乱れまくりでくさ、チンプレイ対象やん。雨だから仕方ないけど、審判が中断線からやぞ。打球も変な跳ね方したな。これがサービスエリアか。このグラウンド状況で中断も挟まずゲーム続行してる方がおかしいんだよ。もう野球やる環境じゃないよ。雨でバウンド変わったか？いやこれエビナ悪くないやろ。チンプレイのあの効果音が聞こえるレベルのコケっぷり。今の止めとけ一塁だったよな。面白かったし今日は許したるわ。この雨で中断しなかった結果よ。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。